こんにちは。UVO TV です。今日は、このチャンネルでは、あまり取り上げたく、取り上げないかなと思ってたんですが、ちょっと昨日の、ちょっと、知り合いと、知り合いの人が、あれでちょっと、いろいろあると、競輪買ってたんで、で、豊橋見てたんですよ。最初です、11です。762。まあ、これは、まあ、落車があったからこそこれが出たんですよ。最終レースなんかこんなの普通は来ないですよ。まあ、本当に、一番強いと、寺崎買っていればの話なんですけど、これと出てたのが11レースが、あと、近藤、寺崎、根本、小林、竹村、村上、東、川越、天野っていう人なんですが、で、天野勇気が、群馬県なんですね。この配当は、落車がない限り絶対ない配当なんですよ。これ考えてみてくださいよ。ワイドの67で 1万超えることなんか、本当に何十年に一回あるかないかですよ。2社単で23万超え、20万超えることも、そうないですよ。3連覆で10万超えることって、そうないですよ。おかしいんですよ。まあ、これはやっぱりと見ていただけたらなと思うんですが、これと寺崎が強いんですね。流せるんですが、ジャンがなりの寺崎が出てきての、近藤もついていき、でここら辺からちょっとおかしいんですよ。でこれでと、アクシデントがあり、762なんですよ。これは、多分、あれで、競輪すぎじゃない人、以外、見てもらえればわかるんですが、これは、6番も悪いんですよ。じゃあ、きちんと見て、いただければわかるんですが、これで結これでと6番きちんと見ていただけると、これ6番きちんと見ていただけるとわかるんですが、これと 6番も悪いんですよ。これは、寺崎も悪いね。うん、ここの、6、3、5、4が一番、もうそこら辺で、本当に、接戦してたんですよ。
で、6番がうっすら後ろ向いてるんですよ。多分そこでかけようと思ったんかな。それでかけて3番倒して、寺崎倒そうと思ったんだと思うんですが、この多分、配当でいくと、このまま行けば476かもしれなかったんですよ。7番でも先頭、アクシデントがあった。7番でもの、そして6番の川越、3着2番の小林。これね、一番救われたの2番なんですよ。見てもらえると、2番はと、第4コーナー付近の奥に、奥っていうか、観客席側の方に向いてたから、これと巻き込まれなくて済んだんですが、8番はすぐ気づいたんですね、この落車のことに。すぐ気づいて、避けたから、まあ4着になったんですが、これは本当に落車がない限りこんな配当は来ないですよ。本当に、寺崎から買ってら絶対来ないと思います。根本から買っていれば届くと思います。この196万は。で、ピンチだ。直線コース。7番でも先頭。あ、アクシデントがあった。7番でも、そして6番の川越。3着2番の小林。これなんか762なんか、76なんかあんまり売れてなかったんですよ。でこれと後々計算したら、24票しか売れてなかったんですよ。本当に、これは、おかしいな、配当、なんですよ。根本なんかこんなの来るわけないですよ。こんなの買えませんよ。本当に、これは、すごいな、ですし、今日は、宇都宮、今日撮ってるのが、2020年5月22日なんですよ。昨日のあれと宇都宮も結構ね、荒れてたんですよ。本当に、もう接戦。で、結果見てみますと、まあ、10万超えてるの2回しか出てないんですが、うん。まあ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 、すごいなって。まあ、結局はこれは、支払い、これは、どのぐらい売れてるんだろうなぁ。ちょっと待ってくださいね。あと、まあ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 、宇都宮の、初日は、多分全然売れてなかったんじゃないんですか？まあ、12ですけど、89万票、まあ、しか、売れてなかったんですが、まあ、89万票で、これは、結局ついたのが、4万かな、そこら辺だった気がします。だね、49,480円。本当にすごい結果だったんですね、これは。まあ、ねえ、これ、まあ、競輪好きじゃない人、見たって、あ、何これ多分思うかもしれないんですが、これは本当に豊橋の2日目は本当に荒れてたんですよ。もう元々これもしかしたら今日なんかあるなと思ってたんですよ。ですがそこでやっぱり寺崎強かったんで、寺崎からみんな買ってたんで、まあこういう結果になったんですが、根本から買っていれば絶対これ変えてます。根元から2つ流したってねえ、多分これは僕が多分買ってたらと、流せるんだったら寺崎抜いとけば多分76の流しで買ってたと思います。これはもしかしたらこれは、76の流しで勝てたと思います。うん。多分これと、山本を、するなら、あれ、これ、1レース？違うよ。2日目の、11レース。これは多分僕だったら勝っていたと思います。寺崎を。
これはとよく考えてみるとね、うん、絶対買っています。これはと根本、多分根本の次の1着7番の2着の2569で、あ、24569の流しで多分買ってたと思います。まあ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 、今回はね、まあ、すごい飛び抜けた配当なんですよ。この196万は本当にすごい、まあ、本当今後ない多分、あれなので、ちょっと写真撮ったんですが、これは本当にありえないですよ、本当に落車がない限り。ですが、あと、僕は基本的に毎回と落車を考えてるんですよ。なんか、あればここ来るなっていうところを基本的に買、まあと、まあ、買えませんがという予想しているんですよ。で、あ、惜しいなって時もあったし、あ、落車来れば絶対来てたなっていう時もあったんですよ。あれはもう第4コーナー付近でも決まってたと、心、第3コーナー付近でも決まってたんですよ。もう寺崎がもう1番っていうのを。で、それがあそこで落車あったんで、まあまあまあって感じだったんですよ。これはあと、寺崎が本当強かったんでね。寺崎からあと全て多分流したとしても多分万はついてたかな。と、計算しますが、4の、はい、はい、はい。そうですね、と、だけど、と、468は何十万ってつきますけど、468、487、486、485、ぐらいは何十万でつきますが、他のところはもう何十万以下です。本当に、寺崎のよう、この413は多分あのままいけばあったかもしれないが、413ではなかったと思います。多分あのままいってれば、476と65000、65680円。94番人気。多分これが多分効いてたと思います。あんなことがあったんでね、まあ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 って感じなんですが、まあ、これを機に、豊橋の、2日目の S 級決勝11レースを見てみれば本当にわかると思います。これを機に、こういう競輪を見ることが楽しみな、ことが楽しいんだな、という日、言えればいいかなって。買わなければいいことなので。これを競輪を見て買いたいなと思っても、それをぐっと我慢する。っていうことがやっぱり大切だと思いますので、やっぱり、たまには、競輪が好きな方でも買わずに見ているとか、競輪、わからないけど、たまには見ようかなっていう、で、見ることを僕はお勧めします。まあ、この、まあ、190。まあまあ取れないんですよね。まあまあまあって感じなんですね。ではでは今回はこんなもので、本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押してくれるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いできることのことを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。じゃん。じゃんねん。